聞こえますか？ちょっと待ってください。あ、大丈夫だね。お疲れ様です、皆さん。近藤です。タイタの阪神水属性の海音寺直人します。急にね、また配信を始めてしまいました。今週5回目の配信となっております。ですよね、多分ね、月曜日から今5回連続で配信をしてると思います。はい、みんな元気でしたか？あ、ちょっと待ってね、どうしようかな。まあいっか、ちょっと登録者数を載せようかなと思ったけど、まあ載せなくてもいいか。ちょっと準備がね大変なんだよね、実は。乗せとく？まあ、いっか。猫さん、こんなおです。イコさんもね、待機ありがとうございます。ルシャさん、こんなおです。ルシャさん、こんなおです。ぜひぜひ、ゆっくりしていってください。ただの、一週間お疲れ様でしたの雑談配信です。他に、猫さん行った。アグさん、こんなおです。来てくれてありがとうございます。ナナさん、こんなおです。来てくれてありがとう。ハートマークもね、ありがとうございます。みんなやっぱその絵文字みんな使うね。ちょっと待って。僕も使います。いやー、みんなお疲れ。ハートめちゃくちゃ送ろう。でさ、別になんだろうな。やっぱ、なんだろうね。この空間がもうさ、好きすぎてさ、別になんか、用意してたわけではないんだけどさだからいつも通りのただただ雑談をするというね、配信になります。ちょっとさ、僕は書きながらでいいかい？なんか手動かしてないとね、疲れて、なんかあれなんだよね、もったいない気がしちゃって。みんな今週どうでした？頑張ってた。ちょっと待ってね、アンダー。僕はですね、パスタを食べましたよ。外食です。皆さん何食べた？7日連続行きましょうなかなかな無茶ぶりでございますな。なおさん見てました。パスタいいでしょう。カルボナーラを食べました。昨日タラコパスタ食べた。お、いいですね。パスタってさ、うまいから。だから一番うまいんだから。ラーメン食べた。えらい、ちゃんと日本に染まってますね。おお、カルボナーラ、カルボナーラ食べたよ。みんな結構いいの食べてるね。いや、そろそろさ、でもご飯ね、しっかりちょっと
体にいいもの食べなきゃなって思いながらさ、結局食べちゃうんだよね外食。こんばんは、初見です。ムーさん来てくれてありがとうございます。タイダナ半身水属性の海音寺直と申します。まあね、ゆっくり雑談しながら1週間お疲れ様っていう話を今してました。何食べてたみたいな、今日は何食べましたかっていう話をねしてましたよ。もうね、今日ね、昨日ね、そうそう、みんなにも驚かれたんだけど、結構さ寝れなくてさ、4時半ぐらいに寝て、もう朝方だよね、4時半に寝て起きたのが8時で、3時間ちょっとしか寝てないで、そのままお仕事に行きまして、で海音寺素晴らしい、びっくりしちゃった。海音寺めちゃくちゃね、なんかはかどってたんだよね仕事が、びっくりしちゃった。でまあ終わりまして、でパスタ食べてちょっと外散歩して、今に家に帰ってきてお風呂入ってみたいな感じです。こんなはいらっしゃいませムーさん大歓迎されてるここはね、もう皆さん大歓迎ですから、もうね、1週間の疲れをここでみんなで流していきましょう。洗い流しましょう。で、ちなみに僕は今下で画面の右下にあるクリップスタジオというですね、イラストを描くツールでめちゃくちゃ絵を描いてます。本当にお疲れ様です、ありがとう。今日なんか喉が変だな、ガラガラしてる。みんな体調大丈夫？なんか今、まあ、花粉もそうだけどさ、なんか暑かったり寒かったりじゃないですか。大丈夫みんな？僕はね結構心配です。皆さんがなんでこんなにさ、なんか一日おきになんか暑くて寒くて暑くて寒くてみたいになってない？大丈夫みんな？辛いよね。ちょっと一瞬カメラから切るね。イラスト上手です。ムースありがとうございます。今ね描き始めてちょうど3ヶ月ぐらいかな。まあ、いろんな方にですね、イラストを教えてもらいながら少しずつ描いてます。まだまだ初心者なんでね、お手柔らかにお願いいたします。お姉ちゃんコロナで、お母さんインフルでフルボッコ。ちょっと待って、大丈夫ルシャさん一家やばいぞ。しっかりこの季節の良くないとこ全部もらっちゃってますね。引き受けちゃってるね。大丈夫かい？でもさ、仕方ないよね。そういう感染症だからさ、なんだろうね。かかってしまって仕方がないものじゃないですか。防ぎようがないじゃん。人と接してる限りさ。ずっと家にいるならさ、ね、かかるならすごいなんか、本当に運が悪かったみたいな感じだけど、まあ、基本そういうことだ。家に出なかったらね、かかったりしないはずだから。仕方ないよね、それは。うちも家族全員体調不良ですね。大丈夫よ、ムーさん。ムーさんは大丈夫？ちなみに。ムーさんはいい週末を迎えられそうですか？大丈夫？みんなそうなのか。
私はバリバリ元気です。よかった。私元気すぎて普通に配信してる。え、そう、ルシャさんさ、配信してたじゃないですか、今日。なんかアプリ持ってなくて見れなかったんですよね。ちょっと待って、あ、よいしょ。元気が一番。ムーさんは元気と。いや、元気が一番よ。コーヒーを飲みます。みんな今なんか手元に飲み物とかあるんですか？よし、うむ、持ってきます。いや無理にとは言わないけどさ、あのね、僕の配信ってさ、あんまこうなんか長くやらないですとか短めにしますって言っといて、結局気づけば2時間とか3時間とかやってるんですよ。だからね、あの、もしね、この配信をね、もう少し長くあのお付き合いいただける方はですね、ちょっと飲み物をね用意しといた方がいいかもしれないということだけね伝えておきます。抹茶ラテ飲んでます。いいね、めちゃくちゃいいね。え、みんな明日はもうあれでしょ、学校とかさ、仕事とかないと僕は思ってるんだけど、みんなそんな感じ？枕元にお水が。お、お水ですか、いいですね、健康志向ですね。水が一番いいよね。なんかさ、お水ダイエットって悪くない？なんか2リットル 1日2リットルお水を飲むとなんか体にいいみたいな、そんなのなんかあったよね。あんま詳しくないんだけどさ、食べて寝るだけの生活で2キロ痩せてた。すごっ。ちゃんとでもカロリーとかさ、あれじゃない？ちゃんと、計算してやってるんじゃないの？そういうのって。違うかな？朝からバイトが、うぅ、ムーさん。バイト。マジか。いや、偉いね。ちゃんとバイトしてるんだから。なんかさ、なんかね、こう、月から金働いてる人ってさ、周りも結構月から金働いてるから、なんか、こう、人とこう、なんだろうな、比較しないんだよね。みんな働いてる、みたいな感じで。よっしゃ、みんな働いてるし、まあ、僕も働くか、みたいな感じなんだけど、土日ってさ、周りは結構こう、休日で遊んでたりとかさ、出かけてたりするじゃないですか。その中自分バイトしてるってなるとさ、なんかこう羨ましいなって思っちゃうじゃないですか。僕もバイトしてた時そう思ってたからさ、結構なんかね、メンタル保ってなかったんだよな、開運寺。そんなに深く考えてたわけじゃないけどさ、一旦ここに色を塗っといて、2リットルって結構多いからね。無理して飲もうとすると普通に体調悪くなりそう。前に接骨院で水いっぱい飲みましょうと言われました。あー、やっぱ水ってやっぱいいんじゃない？普通の飲み物よりかは。普通のっていうかさ、やっぱジュースとかだとね、砂糖とかたくさん入ってるじゃないですか。それに比べたらいいんじゃない？やっぱ水は。
ガチ何もしてないし、お菓子ばっか食べてるのに痩せてて、今までがバカみたいに思えてしまった。あ、でも栄養は取れてないんじゃない？あのさ、なんて言うんだろう、お菓子ってなんか食べるとお腹いっぱいになるじゃないですか、なぜかわかんないけど。これをさ、毎日続けてると多分お腹いっぱいの状態がずっと続いて、低いカロリーのまま、低いカロリーを摂取してお菓子でね。で、そんな日が続いてたら確かになんかでも基礎代謝がさ、例えば1日1000キロカロリー消費する人だったらね、例えばお菓子で1日800キロカロリー取ってたらさ、差分の200キロカロリーはさ、まあ足りてないことになるじゃん。その分痩せるんだよね。歯磨きした後に飲めるか飲んでるか、あ、いいね、確かにそうなんだよな。歯磨きした後飲める、唯一飲める水のが水だからね。それはそう。虫歯気にしなくていい、確かに。あ、そうそう、ちなみにさ、あれよ、あの、みんなダイエット方法、すごくいいダイエット方法を教えてあげる。あのね、簡単、簡単だけど辛いと思う。それはですね、あのお風呂あるじゃないですか、お風呂、湯船ね。お風呂に、まあ、お風呂に40度以上のお湯を張ります。まずお湯を張ります。で、張った後にですよ、そこに20分間使ってください。20分間です。20分間浸かれば痩せます。どれぐらい痩せるかっていうと、そのお風呂に入って20分間入るとね、確か200キロカロリー消費するんだよね。200キロカロリーですよ。で、その200キロカロリーって、まあ大体だからおにぎり1個分ですね。そう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 、全身使ってればね。普段5分も使ってないのに。いやでも普通はね、そうだよね。だって熱いもん。40度のお湯って結構熱いですから、普通に考えて。20度入るのって結構ね、辛いんですよ。で、のぼせちゃったりとか危ないんで、20分間ずっと連続で入ってなきゃいけないわけじゃなくて、ちょっと上がって少し休憩して入るっていうこともありらしい。ただ一番なんかね、効率がなんだろうな、効果が出なくなっちゃうのが、あのなんかね、その途中に飲み物を飲んじゃいけないらしい。しっかり湯船に浸かるといいって言いますもんね。そうなんですよ。やっぱね、お風呂ってすごいんだ。だからカヨンジ、今日もね、ちゃんと、まあ、僕カヨンジはあのお風呂に携帯を持っていく人間なんですけど、あ、半身なんですけど、だからちゃんとタイマーでね、20分間測って入ってますよ、しっかり。ほうほう、そう、座ってるだけだけどちゃんと肩まで浸かることが大事です。冷え性&雪国育ちなのでめちゃめちゃ使ってます。いいね、ムーンさん、素晴らしい。ちゃんと浸かろう、みんなで。ネムさん、こんばんは。ネムさん、あれ、ネムさんってネムさん、ネムさんのアイコンがなんか違う気がする、いつもと前と。
ねむさんこんばんは。アイコン変わった？いつもと同じ？ちょっと待って、なんかすごい明るいんだけど。あ、待って待って、 X と違うのか。 X もう少しなんか紫っぽくなかったですか？すいません、なんか情報ここで言っちゃうのあれか。これあれかな、背景が白だからなんか見づらいのかな。本来の色が見えてない。カヤン寺もしかして色ちゃんとわかんないのかな、カヤン寺って。はい、失礼しました。なんでもないですお許しください。湯船使ってない。いや使った方がいいらしいよ。無理にとは言わんけどさ。髪の毛の方を気にしちゃう。あ、なんか髪の毛悪くなっちゃうんだっけ。あれ、お風呂ってさ、入り続け、なんか長い時間入ってると髪の毛って悪くなるんですか？え、そうそう、みんなに聞きたい。僕さ、すごい髪長いじゃないですか。なんかさ、手入れって大変なんですかね、やっぱり。あんまりさ、ちょっとその辺詳しくなくて、髪の毛長い人に聞きたいんだよね。こんばんはって。いつもと同じです。そうかも。新社会人頑張ってます。いやー、どうですか？ちょ、緊急聞きたいわ。ヘアケアを慣れたら楽ですよ。え、ヘアケアって何をするんですか？ちょっとね、僕本当にちょっとね、全然詳しくなくて、雨の日とかもうね、パッサパサなんですよ、髪の毛。どうしたらいい？みんな、僕は知りたい髪の毛のケアの仕方を髪切りたいです。切らないの？エゴさん。上司もみんないい人で楽しくやってます。今日もお仕事頑張ったので褒めてください。疲れ様です。いやー、お仕事ね、楽しいのが一番ですから。楽しい仕事ができたらもうね、やめちゃいけない。その会社はもう最高の会社だと思います。それは楽しいのが一番。仕事楽しかったらもうさ、人生結構イージーモードですよ。イージーモードというか、なんていうかね、わかんないけど。いや、ほんとね、ねむさん、おめでとうございます。まずはね、入社ね、入社というか、入社っていうとあれか、あれみたいだね。なんか入社っていうんだっけ、自分の会社に入った人を入社おめでとうとは言うかもしれないけどさ。わかんない。ちょっと、感じわかんない。ちょっと、頭でから。ちょっと待ってね。タオルドライヤー。ヘアクリームかヘアオイル、ドライヤーの順番でやってるかな。あ、待って、ルシャさん、それカヤンジ今日やったちゃんと、それやったよ。トモシャンさん、お邪魔します。来てくれてありがとうございます。ゆっくりしてってください。トモちゃんさんは、あれ、前来た方、ちょっと待って、名前が似てるだけかな、あれ違うかな。前来ましたよね。そうですよね。え、ちょっと間違ってたら本当に申し訳ないんですけど、ソメさんから来ましたか？合ってる気がするんだけどな。ほんとつい最近来たはず。あ、よかったよかったよかった。合ってた合ってた。
ですよね。いや、さすが海音寺。ほんとね、あのね、IQ 低いんだけど、あの、リスナーさんのことはまあまあ覚えているっていう、変な感じ。ほんとにね、覚えなきゃいけないことね、仕事とか、仕事覚えるんだけどな、なんだろうね、なんかほんとに歴史とか、国語とか、ほんとにダメなんだよね。ガハナオくん好き、明日も頑張れる。待って、ネムさん、ちょっと待って、ネムさんあれ明日もあるの？大丈夫か？もしかして、もうすでに洗脳されてて、土曜出勤しろみたいな。そういうわけではないよね。大丈夫だよね。そういうわけではない。すでに洗脳されてるわけではないよね。ちょっと待ってね、偉すぎる仲間、仲間ありがとう。え、毎日そんな感じですか、ルシアさん。結構ね、僕髪長いからヘアオイルすぐに消費しちゃうんだよね。やはり記憶力いい。いやね、記憶力確かにね、ちょっとリスナーさんに対しては結構記憶力がある方かもしれない。さすが海音寺、可愛すぎて浮きてる。ありがとうございます。可愛いか、可愛いのか、ここは否定しといた方がいいか。お、ミミズさん、こんなです。あの、アーカイブの方ですね。あの、コメントありがとうございます。読みました。すいません。気づくのはちょっと遅かったかもしれない。昨日時点で確かコメントいただいてましたよね。申し訳ない。ドライヤーの後にヘアアイロンに一番低い温度でやるといいって聞いて最近やり始めてる。あ、ヘアアイロンね。でヘアアイロンはね、持ってないや。ヘアアイロン買った方がいいかな。なんかよくさ、やけどとかなんかあるらしいじゃん。ちょっと怖いよね、ヘアアイロンって。感じ、ちょっとやけどと痛いのが苦手なので。ネムさん、バイトゆるゆるバイトって。バイトじゃないと思うよ。バイトじゃない、バイトじゃない、バイトじゃなくて普通に、なんだ、ちょっと待って、なんかおかしい、なんかおかしい。週末お仕事で平日に休みある職種なんです。あ、なるほどね、ネムさん、よかったよかった。そうでないとちょっと海音寺がちょっと会社にちょっと勝ち込みに行くからね。ちょっとうちのネムさん、ちょっとなんかちょっと様子がおかしいんだけど、ちょっとオタクどうしてるみたいな、どうするっていう、しっかり行くから、殴り込みに。なら安心です。この間お邪魔した時の絵の続きだそうですね。今結構か影をね、たくさん描いてます。なんか影って難しいからさ、わかんないんですよね、まだ。未だにね、ちょっとね、ちゃんと正解がわからない。未だにっていうかさ、そんなまだね、絵描き始めてまだ数ヶ月の、あの、本当に初心者、超初心者なんで、まあそんなに書いてるわけでもないのでね。返信欲しくてコメしたわけじゃないから大丈夫ですよ。言いたかっただけ。いやいやいや、なんか僕のね、なんか自分ルールが許さないんですよ。返信は早くって思うから。すいません、ちょっと順番が、あの、左右、前後しちゃいますが。ネムさん、早めに寝ときます。ナオ君の声聞けてよかった。おやすみなさい。おやすみなさい。明日もお仕事、ファイトです。頑張って。応援してます。楽しいのが一番だからね。もし下手しなきゃ大丈夫だと思う。私でもしてないし。ヘアアイロンでしょ。そっか、ヘアアイロン、そんなに怖がるものではない、もしかして。
たまにヘアアイロンであちってなっちゃいます。なってる人いる、なってる人いるよ。ルシタさん、ここにもうなってる人がいる。あちってなってる。あちってなってる人がいるよ。勝ち込みかよんじさん面白い。ちょっとね、それはちょっと、引きずってならんですよ、それは。猫さん、訂正。仕事ゆるゆるファイトーって。猫さん優しいな。てかごめんね、なんかあれかな、言い方きつかったかな。カイオンジ、あのね。ムハガカさん、こんなです。来てくれてありがとうございます。今日もね、ちょっとイラストの続き書いてるんですけど、あの縦型配信をしてて、すごく相性が悪いなって今思いながら、反省をしながらこのイラストをね、書いております。よろしくお願いします。大変反省しております。全然見えないでしょ、みんなの画面から。まあ、こうなったらね、見えるかもしれないけどね。みんなパソコンで見た方がいいかも。イラスト見たい方は。母さん、こんなおこんなお動物と同じかも、怖がるから怖いだけでみたいな。なるほどね、案ずるより産むが安しってやつですね。そんな怖いもんじゃないよと、買ってみたらそんな怖くないよってやつですよね。エアロンは髪の毛の長さ変えると意味わからん、肩と肩をやけどするって、多分赤ちゃんなのかもしれません。え、肩をやけどする、あ、だから髪長いと肩にかかってる髪があるから、それをこう、あ、何、温めるっていうか、あれあれね、アイロンかけようとするとあちってなるわけだ。そっか、なんかやけどしづらいやつとかないのかな、ヘアアイロンって。そういうのって高いのかな、やっぱり。あとさ、ちょっと唇、ちょっとこれ、ちょっとかよんじ、ちょっとこれ、あれだ。ちょっとね、もう少し綺麗に描きたい。色をね。縦は同じだから、そんな変わりない。そっか。よかった。配信、画面さ、そうね、なんか見やすさ重視で行きたかったんだけど、そうね、なんか、あの、枠立てるのもさ、なんかあれかなと思って。そんななんか、しっかりした配信じゃないしって思いながら、縦型にしちゃった。手形だとお顔ドアップで個人的に好きです。あ、でもね、僕のね、横のね、配信もね、結構顔でかいんよ。顔でかいって言い方したらなんか嫌だな、あれだな。なんか、体に対して顔がでかいみたいな言い方だな。ちょっと待って、違う、訂正させて。そういうことじゃなくてね、顔がアップってこと。なんか申し訳なくなってきたから、正座でもしながら配信見ようかな。なんでごめん、ちょっと話のあれが分かってない。文脈が。なんでだっけ、ノーマル雑談かなと思ったらコメント欄に作業画面あってびっくりした。作業してるの偉すぎる。絵描きの鏡や。絵描きの鏡さんに絵描きの鏡や言われたらもう絵描きの鏡じゃないですか、僕は。つまりそういうこと？ちょっと待って、もう少しさ、なんか色のある、影というか、分かった、違和感が
ったのが分かった。こっちがちょっとさ、暗くしてあげて、影じゃないけど、暗くというか色をちょっと濃くしてあげることで、遠近感をね、見てる人に味わわせる。こういうことですな。でもチャットが横にあるから PC。 あ、なるほどね。ロングから短くしたのですが、1日3やけどするんで消死体も待ったなしで、ともちゃんさ、焼け死ぬつもりですね。気をつけて。ヘアアイロンで死にましたなんて、ちょっとそんなシーンおかしいですから。大島テルにも書けないですよ、そんなこと。ヘアアイロンで死ってなんて書けない、書けない。すいません、大島テルっていうのはですね、事故物件にマークがついて、地図にね、事故物件にマークがついて、その死因が書いてあるみたいな、そういうこと、そういう情報が公開されてるサイトがあるんですけど、変死とかさ、消死とかいろいろあるんですよ。そこにちょっとヘアアイロン紙は書けないですね、さすがに。顔アップなおくんガチ助かる。もっと大きくする？もっと大きくする？でもさ、僕一応ね、スマホで自分の顔確認してるんですけど、これ以上大きくできないよね。一回さ、ちょっとコート脱ごうか。コート脱いで顔近づけたら、ちょっとあり得る。もうちょいいける？ちょっと待って。ダメだ。どうやってればいいんだこれ。わからなくなった。これ以上大きくできるのかな？もうパンパンです。パンパンです。でかいでかいでかい。でかすぎる。もう上の髪の毛見えてないし、後ろのネームロゴも何も見えてない。まあいいか。よし、これでいこう。ちょっと待って、一回ちょっと待って。一旦戻していい？一旦戻して、ちょっとこの情報は残しておきたいから。で待って、また直しますね。ちゃんと広くしますんで。ドン。もっといける？もっといける？よし、これでいこう。いい顔はいくら近くてもいい。もう最後カイアンでちょっと極限状態までいったら目しか映さないようにしようかな。目がキルンキルン。そうですね、目がね、キルンキルンなんです、僕。パチ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 。やばい、目が痒くなる。ちょっと目シパシパする。バフすぎて私の中が止めどない母性が。これが沼の入り口か。パチ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 。目痛い。みんなお疲れ様、本当に。明日はどんなご予定ですか、皆さん。ちゃんとお休み。ゴロ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 、いいね。カヨンジもね、実は明日夕方ぐらいまで家にいるので、ってことはですよ、皆さん明日、皆さんどんなご予定、ちょっと確認しておきたい。明日皆さんちなみにどんなご予定ですか？休みだったりしますか？しっかりちょっとね、
なんかできたらいいななんて。思ってはいるんですけど。お、ムアカカさんも一日作業。いいですね。もう2名います、いらっしゃるので。では、ちょっと何かやりますか。まあね、作業のお供になるように、なれるように。いやね、日曜日もね、夜ね、空いてるんだよね。一応。さ、ちょっとイラストをしっかり描く時間にもしたさはあるなぁと思いつつ。難しいとこだよね。ちょっと待って。ああ、違う、こっちか。こっちの不透明度ちょっと下げて書いたら、これっぽくなるか。これぐらい大げさに書いても大丈夫だね。うんうんうん。これでいこう。で、太めで戻して。ちょっと、さっき高速おめめパチパチしたから、なんか目が変な感じ。左目が。ウィンクできてる？今日はここまで進めるみたいな目標はあるんですか？目標はね、特にないかもしれないですね。いやでもあった方がいいんだろうな、本当は。ここまでやったら今日は終わりとかね。そういうの決めておかないといけないかもね。インク。バチコーン。キラキラのバチコーン。キラキラのワットソンスキンのバチコン。どうも皆さん、ワットソンスキンのカイオンジェノです。目がパチパチです。ちょっとコーヒー飲みますね。かわいい、ありがとうございます。かわいい、いただきました。かどっかか、なんかそうだな、顔の影だっけ、ここか。もっとさ、切り抜き誰か、かわいい。バリエーション豊富バチコン。キラキラのバチコン、かわいすぎて瀕死だが切れそう。ちょっと最近なんかバチコンっていう言葉をね、ちょっと知ったので、ちょっと使っていかないと。感じすぐ忘れちゃうからさ。もうちょい大げさにあってもいいのかな、これ影。この辺。違うな。頬も入れて、もう全部やる、全部。どうも皆さん、こんなです。なんかこんな服装と表情してるのに声がおじさんなのが怖い。ウィンク。できてたかな。
これちょっとあざとすぎん、これ。これあざといですね。皆さん、こういう人に近づいちゃいけませんよ。心の中じゃね、なんか考えてますよ、いろいろと。企んでる顔です、これは。近寄ってはいけません。皆さん、重々ね。重々じゃないか。なんて言うんだろう。注意してください。スーパー、スーパー全部盛り売るとあざとかいよ。はい、ちょっともうやめましょう。恥ずかしいのでね。あ、さらに暗くなってしまった。はい、戻りました。やっぱこれが一番落ち着くわ。明日なんかホラー系でもやるかな。どうしようかな。何しようかな。考えてるんだけど。これさ、鼻の位置ちょっと変じゃない？位置というかさ、穴の位置かな。これもう少し、こうだったりする？あ、ちょっとなんか違う感じじゃない。今日何時から配信してるっけ？あと1、もうでも今1時間ぐらいか。そんなんやね、まだね。違うなぁ。この辺か。それかも、穴を描かないか。ちょっと穴なしで考える。いや、もったいない。あった方がいいな。一人でやるホラーゲーまだあったっけな。ちょっと探すかな。あ、ドントスクリームだっけ。なんか怖いらしいよね。またちょっと一回鼻描き直そう。これこれ消そう。少し穴を小さく。ね、穴ちょっと鼻の先でこうなっててこうなはずなんだよね。この辺なのかな。あ、なんかすごい、なんか変な人になっちゃった。
やだやだ、恥ずかしい恥ずかしい。どこ？どこだ？ここにさ、穴があるじゃないですか、絶対に。左の鼻の穴。こう？ちょっとすいません、鼻なんてでかすぎるけど、この辺で合ってるかな。イラストそこまで描けないマンにとっては、カヨンジさんすごい上手です。ありがとうございます。でも、あれですか、ムーンさんも描かれるんですか。描かれる方、よし、これ、この線を使ってあげよう。ちょっと、彼らには消えてもらおう。ぷいぷいぷいと。あ、間違えた。よいしょ。やばい、この子描かなきゃよかった。少しずつ消そう。でもイラストの絵柄によっても実際とは違う位置にあるのもありかもしれないと思っちゃいました。どうだろう。いや、そうなんだよ。なんかね、そういうのもありだよねっていう解釈でなんか終わっちゃうイラストもあるみたいで、なんかね、なんか何でも人体構造に合わせたイラストである必要はないみたいなで誰かが言ってた。ここに影なんてある必要ないんだけど、あった方が迫力があるよねとか、そういう感じで色、影がつくとか、全然なんか理由は様々みたいですね。あ、これちょっといいんじゃない？これをもう少し、なんだろうな。あ、いいんじゃない？これで。そう、いや、どうって言うけどさ、すいませんね、すんごい遠いよね、みんなから見たら全然見えないよね。全然見えないところに置いてあってさ、どうって聞かれてさ答えなきゃいけないリスナーさんの気持ちになってみてよ。カイオンジ、人の気持ちが考えられない。どうじゃないよね。こんな遠くにあるちっちゃく写ってるイラストに対してさ、どうって聞かれて答えられた方が怖いよ。お、いいんじゃない。ちょっとこれさ、興味本位なんだけどさ、ここにさ影があるのをさ消したらどう？うわ、待って、いい良くなっちゃった。さらにちょっとここね、ちょっとね、影なくてもいいんじゃないって思ってたんですよ実は。ここもちょっとさ、頬でさ出っ張ってるじゃないですか、人間って。ほら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 、あ、ちょっとカイオンジ、ちょっとイラストの心理に近づいてるんじゃない？イラスト、やばいやばいやばい、これちょっとロードポーネグリフちょっと読まずにそのままラフテル向かっちゃってるんじゃない、カイオンジ。良き、ありがとうございます。素敵、ありがとうございます。ちょっとワンピース見つけちゃうよこれ。天才、ありがとうございますもうなんか言わせてる感じするけどな、自分から。
とはそうだな、ここにちょっと入れてあげるぐらい。目なのでね。あ、そうだ、僕の声とイラスト、あのイラストじゃない、 BGM バランス大丈夫ですか？今頃聞くんですけど。あ、いいいいいい。バランスちょうどいい、ありがとうございます。バランスちょうどいいです、ありがとうございます。ノータイムでワンピース見つけたの。海賊より海賊をしてるな。楽しんではないですよね、もうね、それは。でもなんかロードポーネフリックスとかさ、いろんなところに行ってこう発見して、やっとノーマイでラフテル見つかりましたなのに速攻見つけちゃってるわ。コーヒー美味しいけど眠れなくなりそう。ムス、明日大丈夫ですか？バイトはそんなに早くない？朝7時とかさ起きだったらさ、結構ね、もう5時間ぐらいしか寝れないじゃないですか。5時間ちょっとか。そしたら次は髪の毛の影とか作っていきたいんだけど、その前にですな、句をさないがしろにしてたからさ、ずっと書かなきゃ。その前にちょっと口書いていい？口さ結構適当だったんだよね。いつも3時なので、あ、なるほどね。いつもは3時まで別のことをされてたのに、今回こう海岸じゃなおの時間に配信に時間を割いてくださっているということで、お間違いないでしょうか。ありがとうございます。なるほど、勝手な解釈、感じ解釈好きだからな。実はロムってましたが、ちょくちょく見てました。あ、そうなんですか。あ、なるほどね。じゃあ今回初めてこう勇気を出してコメントしてくださったと。なるほど、ありがとうございます。どうですか、海音寺のあれ配信ってあれかな、なんかコメントしづらかったりするのかな、それともただただロムの方が居心地がいいみたいな感じかな。え、待って、口がちょっとこう影がついただけで全然印象が変わったんですけど。充電落ちからただいまです。確かにルシアさんいないなと思ってたんだけど。おかえりなさい。ちょっと待ってね、これをね、この色じゃダメですね。この色をちょっとスポイトでトリーの取って、ちょっと暗めの色に設定してさっと、なんでいいんじゃない。あ、もうちょい濃くていいな、こんぐらい。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ちょっとこれ3ヶ月のレベルじゃないぞ、カイヨンジ。ここにカイヨンジが書いてるんですか？はい、そうです。消し飛んでました。大丈夫か。こうやってね、自分で自分に驚いて己を鼓舞しております。
別に調子に乗ってるわけではないので、あの、あしからず。いつも作業のお供に聞かせていただいてました。あ、そうなのか。なるほどね。まあ、作業だったらね、ロムの方がね、いいことも全然あるからね。難しいよね。結構、カヤンジの配信ってさ、この、まあ、リスナーさんのことを恩人って呼ばさせていただいてるんですけど、恩人さんに結構問いかけることが多いから、会話しなきゃいけなかったりするからね。一回こうさ、会話に入っちゃうとさ、返信なんかこう、返さなきゃってなっちゃう人も多分いると思うんだよね。ここちょっと申し訳なさあるけど、神石 RTA してる、うますぎない。ありがとうございます。3ヶ月って感じです。ありがとう。でもちょっと自分でもね、まあ3ヶ月にしてはすごいんじゃないとはね、思っているところはちょっと軽くありますね。いいのか、カイアンジと。もうなっちゃうんだなって、やるんだな今ここでと。カイアンジやるんだなついにと、本当にやるんだなと。ロムの時は心の中でめちゃめちゃ返答してます。いや、ありがとうございます。ずっといてくれてたな、嬉しいな。なんか、どんな服着せるか。どんな服着せるか。さん見ながら夢見て始めたらできなくて絶望しそう。どういうことだっけ、どういうことだ、これ どういう服にしようか。どっち向いてることにするんだこれは。結局こうなのか。ちょっと今 T シャツのネックね、T シャツのネックがあって、まあ、クロッキーで言うと、こっち側にこう体が向いてて、胴体がこう、これ胸筋、胸筋、腹筋、シックスパーク。こんな感じにするのか。これ、袖ね。袖。こんな感じにするのか。自分が才能なく、あ、なるほどね。シックスパックね、カイアンジね。寝起きはある。寝起きはある。そんな筋肉あるわけじゃないから、お腹いっぱいたくさん食べてるとお腹がこうちょっと膨らむじゃないですか。なると消える。それぐらいです。結構たまに週に1回か2回ぐらいね、なんかすごい、もうなんか、やばい筋トレみたいなやってるんですよ。やばい腹筋の鍛え方してるから。少しだけ、お腹空いてる時だけ、なんか、やばい、なんかね、10分間上げ続けるんですけど、ただ上げるだけじゃなくて、なんか、足こう、自転車こぐように動かしたりとか、あと、本当に床すれすれのところで足を止めるとか、なんかね、いろいろやるんですよ。仰向けになって。結構辛い。最初やった時、次の日は歩けなかった、普通に。辛すぎて。背中が見えるようにじゃない？背中、そうだよね、これさ、なんて言うだろうな。一番最初に描きたかった構図としては、どうしようかな、どこに描こうかな。もともとはね、こうだったんですよ。なんか本当にこういう感じで
ちょっと待ってね。こうやってなんかね、わかんないよ。ちょっと待ってね。あ、こういうなんかコートみたいなのを羽織ってて、こんな感じか。で、なんかね、肩がこの辺にあって。なんとなくわかります？わかんないけど。こんな？わかんないけど。最初こんなんだ考えてたんだよね。聞いただけで筋肉痛になりそう。いや、ほんと辛いんだよね。でもね、やった後すごい達成感が得られる。カヤンちゃんはもしかしたら M なのかもしれない。おお。そう、たださ、そうなんだよね。首がさ、ほんとね、こうあるんですよ。結構人体構造無視しちゃってるんだよね、今ね。こうあるじゃないですか、首は。一回ちょっとこのレイヤーなしにして。首が、こうあるんですね。で、そう、後ろ振り向いてるっぽい感じにするから、ちょっとね、影がやっぱね、しっかりしてないといけないんだけど。そうだね。なんかさ、これが、その、襟の後ろ？真後ろね、ここが。ここ襟。襟の真後ろで、こうあって、これ背びれって言うんだっけ、なんだっけ、後ろの線、中心の線で、これ左腕、こうかな、これがあるべき姿かな。どう思いますか？ね、こっちの方が良きだよね、多分ね。ありがとうございます。こうやってね、皆さんからね、こうやって軌道修正をしていただくことで、カヨンジはどんどん良くなっていくっていう。こっちで行こうか。OKOKOK。そしたら、そうだな。どうやって書こうか。どうやって書こうか。ちょっとイメージつかむために影やっぱ書いた方がいいかな、ちゃんと。ちょっと待ってね。これだとしてだけど、ちょっと一旦怖いから、ちょっと別レイヤーで書くけど、乗算で。こうあるべき。なんか首のね、影がすごい違和感なんだよね、今。とても分かった。これ乗算でここに書くんじゃなくて、1個レイヤー、このレイヤーコピペして残しとけばいい話だ。雑にだけどさ、私塗りしかしないためなので、誰ならないけど、そう、ルシュ、そうですね、ルシュさん結構イラスト描かれてる方ですよね。そういえば、あ、でもやっぱ後ろ
後ろだからこう影大きめに描いていいわ。ほらこれぐらいでちょうどいいぐらいじゃない。いいと思います。ありがとうございます。なんかこの構図の人いないかな。ちょっと待ってね。後ろから背中からこう全く同じポーズの画像ないかな。誰か後ろまでね。さっきよりか大きい方がいいかと。大きいっていうのはなんだっけ。影が直こうやってなんか光があった方がいいのかな。なんかちょっと一旦置いといて。首の影ここがだから結構大きめにあった方がいいってことですよね。え、今の状況で大丈夫って感じって言うと。さ、なんかこの首のさ真後ろこの辺って違うな。うん、いやここでいいか。なんかさちょっと分かんないけど、あーむずいな。一旦これで書くか。後でちょっと修正していこう。ちょっと服書きたいわ。後ろ髪をちょっと肩にかけたのも書いたり。肩に、あ、そういうこと？なるほどね。だから要するに、こういうことですよね。この辺の髪を、こっちに、こうってことですよね。こうかけってことですよね。髪の毛を。確かにな、良さが出るな、そうすると。なるほどなるほど、ありがとうございます。ちょっとどうしようかな。そしたらねえ、ちょっとこれをラフにして描いていこうか。ガンガン後ろ髪が今の姿のように、少し前にかけてたのが後ろ振り向きながら後ろに引っ張られる感じ。説明難しいですね。はいはいはい、ちょっと待ってね。イコさんが言ってるのは今こう向いたじゃん。この人はこう向いたじゃないですか。こう向いたから、もともとここにあった髪の毛が後ろに引っ張られる感じってことだから、こういうこと？こういうことですよね。このちょっと流動的な動きがある髪の毛を描いたらええんちゃうかっていう話だよね。ありがとう。オッケー。ちょっと待って、ね、承知した。すごい自分も勉強になれる、ね、僕はねこうやって皆さんから教えてもらって勉強してます。ズルしてます。さあちょっと待って、服なんてさそんなしっかり描いたことないからさ、
かんないよ、カヤンジ。これまだラフね、ちなみに。これもまだラフね。線画ではございません。髪の毛のレイヤーが邪魔だ。お、すごい。これだけでもおしゃれ。あー、カヨンジが。ラフなんて何枚描いてもいいですからね。いや、そうなんですよね。結局ね、ラフはね、僕も 何枚も描いてますね。なおくんがハゲた、言わんで。ちなみに僕はまだ人体構造をしっかり勉強してないので、かなりあれかもしれない。大したあれは書けないかもしれない。でもこんな感じかな。襟の部分がさ、ちょっとよくわかってないよ。こんな感じで書くことになるよね。これはあれね、後ろの背中の影。ていうか、中心線というか背中のね。からもうこっち側はガバッとね。あ、これ塗れないのか。これでいける？あ、いけないわ。ベクターレイヤーだといけないんだっけ。まあいいや。よし、なんとなくわかる。ちょっと腕がちっちゃいですね。え、もう2時になるの？早いね、ちょっと。かやんじ最近全然寝てないな。これくらい？しっかり寝坊しましょう。寝坊するんか。ここは影部分だよね。で、まあここら辺の接地面も影があるとして、で、この辺、ここはもう全部影じゃん。中の後ろで多分影がかかってますと。はいはいはい。ちょっとこれ、あー待ってね、なんかちゃんと参考になるイラストあった方がいいな。後ろ姿のちょっとピンタレスト先生行くか。睡眠は大事。いや、ほんと大事。かやんじね、ちょっと最近ほんと寝てない。後ろ姿、後ろ姿イラスト男性。なんでスクロールできないんだ。
振り向く姿ね。そうね。ちょっと待って、ね。なんだこれ。スクロールできないんだけど。治った。振り向く姿とかね。そうね。ちょっと待ってね。いや、どっちかっていうとね、あの、服をね、知りたいんだよね。あー、はい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 。なるほど。なんかここ、こんな膨らまないわ。こんな膨らまなくて良さそう。あ、どっか行っちゃった。こんぐらいで良さそう、普通に。ではこうあるのも、あ、でもあんま間違ってないな、カヨン字。これで良さそう。書いていくか。ちょっと一旦書いてみよう。間違ってたらやり直せばいいし。イラストやり直しが効くからね、デジタルは。で、どれを正しい線にするんだ。わかんないぞ。ごめんね、黙ってて。洗顔になると黙っちゃうんだよね。じゃあ雑談配信じゃないじゃんってね。そうなんです、カヤンジさんのね、雑談配信を結構の自由にやらせていただいてまして、雑談配信と言いつつね、あの、全然喋らない時間がございます。深夜なのでゆるゆる雑談も好きです。そうか、よかった。なんかこの BGM がさ、カヨンジを助けてくれてるんですよ。なんかこの音楽すごい良くないですか。よし、書いた。いつか配信中寝る日が来るかもしれない。いや、本当にね、カヤンジちょっと怖いよ、それが怖いよ。みんなちゃんと起こしてね。え、これさ、なんか良くない？なんかこれはこれでなんか、すごい光を浴びた白髪のカヤンジみたいな。はい、もうこんな感じです。ちょっと雑なとこがあるけど、こんなんね、ベクターレイヤー、まあベクター線で消さないんだけど、カヤンジはベクター線で消した方が早いか。なんか変に残るんだよね。なんかあ、やっちゃったぜ。これどうすればいいんだっけ。触れた部分
もう全部消えちゃう。全部消えちゃう。ダメだ。もういいや。カヨンジベクター線の消し方よくわかってない。よいしょ。消えろ。さよなら。BGM いいでしょう。ね、配信、このイラスト、この BGM で配信するって決めてた。もう。いや、それはちょっと思ったかも。だいぶ雑だね。ちょっと待って。ちゃんと見えてなかったけど、だいぶ雑だね、カイアンジ。これやっちゃっていいか、これで。このままでやって大丈夫か、これ。まあ、問題ないか。ベクターレイヤーが何とかしてくれる。はい、これで OK。すごい。ベクターレイヤー最強。はい。で、ちょっと間違えてるのがあって、ここかな？毛がおかしいか。こうあるじゃん。こうだな。すいません。ちょっと間違えてるね。こうか。なんか出てきた。怖い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 。ちょっと待って。睡眠導入。BGM 落ち着くし、睡眠導入するナオさんの声。でも、イコさん結構起きてるからな。昨日配信終わりって言った後も全然配信見てたしな。あれは僕が悪いですね。終わるって言ってるのに全然やめないっていうね。あ、ちょっとこういうダメだね。これちょっと良くないな。なんか線のつながりを感じられない。終わる終わる詐欺。昨日の配信だっけ？いや、終わりまーす。バイバイって言った後にさ、雑談配信画面に戻るっていう、エンディングの後に。切り替わるっていう世にも奇妙な配信でしたね。クイックマスクでやった方がいいのかな。ちゃんとの配信見てました？皆さん、イコさん見てたか。そう、昨日ね、その終わる終わる詐欺をやってたんですけど、カイアンジは。最初に違うアーカイブが再生されたのかなと思いました。で、ムハカカさんも見てたんだ。なんかあれ、あの後ムハカカさん いたっけ？あのコメントには確かいなかった気がしたんだよな。寝ちゃったかなと思いながら、なんか、ね、あの、申し訳なさを感じつつ配信を続けていた感じですね。昨日の配信は結構ふざけてた。
実は見ててあれってびっくりしました。ムーさんも驚かせてしまっていた。ずっと作業してたから最後の最後でおつなわだけ言いに行ったよ。あ、言いに行ってましたっけ。すいません、すいません。そっか。すいません、皆さんを茶番に付き合わせてしまって。イコさん楽しかったです。それイコさんはね、ちゃんとクイズを正解されたので、色紙というかメッセージカードをね認定いたしました。それを深夜4時ぐらいにリープで送るっていうね、送りつけるっていう。篠崎さん、こんなをもしかして残業してた感じですか。来てくれてありがとうございます。大丈夫か篠崎さん。なおです。ポイッと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 ポイ、はい、こんな感じ。残業の後にゲームをしていました。あ、ゲームか、よかった。この時間まで残業だったわけではないってこと。それだったらちょっと怖いなと思って。あ、待って、フクレイヤーともあるんだっけ。これとこれをフクレイヤーに持ってってあげればいいだけだ。こっちの髪の毛見えなくなっちゃうのは、なんか悲しいな。こうやって描くと。こんな時間まで仕事したら帰れなくなっちゃう。確かに。ちょっと篠崎さん心配だわ。ちょっと。てかさ、これさ、首貫通してない？これなきゃダメじゃない？ここやっぱ。そうだよね。てか服がもっと全体的に大きくていいんじゃない？これ。そうは限らないか。そうとは限らんか。どうだ、みんなのもの。して今マウスで書いてる。こうなんじゃないか。いや、ちょっと違うな。待って。ここら良くて。肩。あ、これじゃない？ちょっと待って。すごいさ、ズルしてるんだけどさ。こうじゃない？ほら。じゃあマウスで書いてるからあれなんだけど。お。正解出たかも。これなんじゃない？ちょっとこの辺は。直すけどさ、でちょっと待ってね、髪の毛がここがちょっと消えてなくなっちゃうんだけど、この後よー、ありがとうございます。これでしょう。ちょっとちゃんと直すけどさ、服も一旦ちょっとここ書いたけど、
え、ちょっと楽しいな。ちょっと困るって、イラスト楽しすぎるって。大丈夫か、依存しちゃうってイラストに。もっとエイペックスとかやんなきゃいけないんだけどさ、エイペックス全然やってない。カヨンジやばい。もともとね、カヨンジはね、まあこれ結構配信で言ってるんですけど、もともと VTuber になった理由というか、配信活動を始めようと思った理由が、エイペックスのプレイを見て、みんなからなんかこう、わあすごい、カヨンジのエイペックスのプレイすごいみたいなね、言われるため、ただその承認欲求のためにその VTuber を始めたんだけど、なんかね、図談するとかイラスト描くとかがね、楽しくなってしまって、こうなってしまった。これ楽しすぎるって、どうしてくれるんだい。ちょっとちゃんと修正しよう。ここまでしっかり描いたしさ。でもなんかこの紙、紙ちょっとさ、もうなんかもったいないな、これ。この紙のレイヤーも残しといていい？変われないと思うけど。なぜか残しておきたくなる海音寺。対比フォルダの中入れとこ。まさかこんなにお絵かきにはまるとはな。ねえ、多分これもムーネ、ムハカッカさんのおかげですね、これは。確実にそうですね。まあ、他ね、他もこちらに配信に来てくださってる皆さんのおかげですけど、これはね、ちょっと。やばいです。カイヨンちょっと楽しみすぎだろう。ちょっと待って、なんかね、ペンね、変な、なんかバグが起きてる、ちょっと。一旦ね、ちょっとディス、この、液タブの、ドライバーっていうんですか、一旦ちょっとタスクを消して、もう一回入れ直します。おー、イケメン、なお、すごくいいです。ありがとうございます。猫さんありがとう。もしってどうしよう。みんなお絵かき楽しいよ。始めてみ。よし、じゃあちょっとオペを開始する。オペ開始するね。うわー、ちょっと待って、こんなに綺麗に描いたのにさ、いなくなっちゃうのが悲しい。すごく悲しい。みんなもお絵描きのためにならないか。本当に。本当にそう。こんな感じで一旦消して、あとは、ざーっとこの辺の線画を全部消します。うわー、さよなら僕の線画たち、悲しいよ。こんなにも別れが辛いなんて。こうしてあげて、で、ここの色もさ、
この子だよね。この子の色をね、消してあげる必要があります。このように。さよなら。この消し方で合ってんのかな。でも服より下のレイ、上のレイヤーだから、ね、クリッピングが働かないか、今は仕方ないのか。なんか方法ありそうだけど、ちょっと今ってカヨンジャの知識だとこれしかできません。みんな眠くないの？ちなみに。ちなむとみんな眠くないの？みんなはあんまり眠くないのかな？余裕マジ超余裕なんだけど、余裕すぎなんだけど、まったく眠くないと。みんな、わあ、これ消すの大変だな。これさ、ちょっと待って、絶対どうにかできる。これさ、一回さ、服のさ、どれだっけ、このレイヤーか、このレイヤーさ、上に持ってきてさ、見えるようにして、でさ、他のレイヤー参照で消した方が早くない？え、違う？え、ほら超簡単だった。超簡単でした。実は寝落ちに行ってます。あ、なるほどね。イコさんも寝る覚悟がございますと。アグさん、おはようございます。アグさん。ちょっと待ってね。これ何の色？なんかこれさ、ここだけなんか、色あるよね。え、なんか色があるように見えるんだけど。何の色？あ、これだ。ちょっと待って。ああ、さっきなんかポツンって書いちゃったのかな。こんなです。おはようございます。階段の阪神、水属性のカイオン、カイオンジャラと申します。ようこそ。階段の雑談配信へ。ゆっくりしていってください。そしたら、これもですね。よいしょ。おっと。これしっかり消えてるといいんだけどね。よし、消えた。うわ、つらい。つらいよ。そして、まあ、そしたらこれもいらないかな。じゃあこれ一旦消しますと。で、服のレイヤーに戻ってきて、やっぱりちょっと線画がね、これがね、やっぱね、もっとね、こうですよね。なんで今書けなかったんだ。なんで書けなかったんだっけ。あ、そういうことか。彼らがいるからだ。これはちょっと見えててほしいよね。で書く必要があると。
これですいいのかな、ちょっと待って、これさ、ちょっと待ってね、うわーどうしよう、これ顔レイヤー一回ちょっとコピって、ですね、これか、まずこれ消してあげなきゃいけないよね。あ、大変。ちょっと感じ、ちょっとだいぶ疲れてきてる。おおっと、こんな汚く書いてたのか、よくないですね。すごい、みんな本当にめちゃくちゃ起きてる。同説、この時間でこの動物、みんな寝ないのかい。ちょっと実はまだロム線ですよと、まあ、ロム線で居続けるなら全然お任せなんですけど、ちょっと今日休日ね、もう明日休日だし、ちょっと、まあ、テンションも高いし、夜中のテンションでちょっと帰るんじゃないのにコメントしてみちゃいたいなぁなんて思ってる方いらっしゃったりしないですか。実は僕が見てるんです、実は私が見てるんですみたいな、そんな方いらっしゃったりする。これでもう全部でなくしちゃう、こうやってなくしちゃいます、これもなくしちゃいます、なくしちゃいます、しっかりなくします、ここ。ムハカクさんがそう言ってくれるとまた絵を学ぶのを続けたくなりますね。ところで特定のコメント申し上げません。猫さんすごい、なんか謝罪が多いな。いいんですよ、そんな自信持って自分の言葉に、まあ、それはカヨンジが言えたことではないんですけど、カヨンジもね、自分の言葉に全然自信がない方なので、これ消していいか、消して依頼として、そしたら、夜更かし民が多いかもですね。うん、みんなやっぱね、今日というこの休日の始まり、この宴の日をね、そんなね、やすやすと手放せないんですよね、多分ね。あれ待って、このレイヤーになんで残ってるんだ。なるほどね。あ、はいはいはい。この線画か。変猫さん嬉しいこと言ってくれるぜ。これだからやめられ。適当にバーバーバーってね、はい、すいません、ちょっと神石様の前でこんな怠惰なお絵かきをしてていいのだろうか、かなり今適当に塗っています。
よいしょ。これで少しは修正されたんじゃないか。ちょっと一回これでパッパッパッと出していこう。待って、何がダメなんだ。あ、違う、顔のコピーはいらないんだ。あ、じゃあ顔のコピーだけいるんだ。お、待って。髪か次は邪魔してるのは。なるほどな。服のレイヤーを。これはちょっと持ってきますか。髪のレイヤーに。ほいと。で、この髪もね、また消してあげる必要があると。ごめんな、髪。よく頑張ってくれたわ、今まで。よし、こんなんでいいかな。そしたらついに、はいはいはい、これでまあちょっとできたかな。どうですかね。一応あの人体構造を無視したような書き方はしてないですね。今一旦あの構図として完成ですか。髪の揺れとかはね、まだあの確かにその猫さんが、猫さんじゃない、イコさんがおっしゃってた通りの髪にはできてないんですが、一旦こうじゃない？っていうかさ、ちょっと、あ、よかった。髪のコピーまだ残ってるからいいんだけどさ。これ。ちょっと待って。髪にさ、髪のことだっけ、ここか。これ、普通に、わかんないけど、こう持ってったらさ、流用できるくない？流用というか、ちょっと、あんまりにも見えないってなさすぎるからさ、利用してあげたいというか、ちょっとこう出してあげるのもありかなと思ったんだよね。こっちからこんな感じで、あ、ほんとこんな感じで、ちょっとこれ今色レイヤーだけ持ってきちゃってるけど、全部やね。紙、対比フォルダの紙のコピー、これをここに持ってきてあげて、この2つをですね、選択して、こうですと。お、なんでなんだ。なんで。なんか一緒に動いてくんない。か。そしたら、フォルダにしちゃえばいい。この子らを、はい、ちょっと移動していただくと。え？なんでこうなるの？漢字わかんなくなってきたよ。ん？なぜだ？よいしょ。こうなるのはなんでだ。あ、待って、俺間違えてるかも。だって間違えてるかも。あ、失礼しました。危ない危ない危ない。こっちですね。失礼しました。逆を持ってきてた。こうしてあげれば。せっかく作ったやつが、ね、消えちゃうのもったいないからさ。
これぐらいで使ってあげることはできるよね。クレイヤー持ってくるか。ごめんな、ちょっと全然喋ってなくて。ごめんなとか、なんか最近ちょっとタメ口が多くなってしまってるのも実は反省してます。最近ね、ちょっとね、多いんですよね。あれれれれ、こっちか。よし、口もいいなと思いますけどね。なるほど。ああ、別に、まあ僕は親しく話してるだけだからな。あ、悪用したタメ口ではないからな。私は悪いタメ口ではないは自負してる。が、カヤンジはなんか、わーい、ちょっと待って、わーい。あ、いいんじゃない?感じ。ちょっと長いかな。もうちょい上だったらわかる。この辺だな。2時25分。ちょっと待って、マジですか。時間はあっという間に過ぎてしまう。いや本当にね、カヨンちゃんはね、ちょっと時間がね、こんな時間だと声が小さくなってしまうんですが、すいません。怖いよね、ちょっとね。怖い話する?そういう話じゃない、そういうことではないよね。そういうことではない。なんかこの辺が失われてるんだよな。
怖い話ね。昨日もしてたからね。カヨンジさんの声は落ち着く声で好きです。ありがとうございます。もうね、全く力が入ってないんでね、僕の今の声には全く力が入っておりません。怖い話ブーム、怖い話ブームなのかな、入っちゃってるのかな。カヤンジ確かに最近なんか怖い話ばっか話してる気がする。ブーム到来してるかもしれないです。これはこういう話ってさ、やっぱ面白いじゃないですか。誰かに話したくなっちゃうんだよね。確かに前の配信見てると元気いっぱい今ね、もう深夜ですから、静かにねやっていきましょう。皆さんゆっくりゆっくり。怖い話はね、なんかまあ幽霊とかさ、なんか普通の雑談じゃ出てこない話じゃないですか。私なんかちょっと神秘的だし大好きです、そういうのが。なんか幽霊ってどっちですか、皆さん。いた方がいいと思いますか、幽霊。 いない方がいいと思う。どっち派みんな。いた方がテンション上がります。いや、そうなんだよな。さすがムーさん。待ってね、何をしようとしたんだっけ。ジャケットか。ジャケットのこの色をちょっと塗りたかったんだよね。見てくれると死後のボーナスステージ感あるから嬉しいな。いや、そうなんだよね。あのモムハーカーさんのそのね考え、僕も本当にそうで、死後の世界があるって知ることができるじゃないですか、もし幽霊に会ったら。だからなんか、なんなら幽霊に会いたいぐらい。でもそれは幻覚じゃなくて本当の幽霊に会いたい。幻覚だったら怖いだけで終わりじゃん。そうじゃなくてしっかり幽霊に会いたい。会うならね。そう考えて生きてます。今日会社で2人で働く日で、奈緒さんから聞いた怖い話や、聞いた方も、私、ゾクゾクしてました。結構怖い話だからね。あれ、あの話？ちょっと待ってね。あれだよね、原西さんの話。これはどこのやつ。君はなんだ。
だいるぞ。君はなんだ。君はそこにいるのか。よいしょ。消えたよね。いろいろ、うん、いろいろ話したからね。人の話とかも。これでもういいんじゃないか髪の毛なんかこれがあるし、どう？やっぱあった方がいい。こっち髪の毛大変なんだよね。ちょっと待ってね。服のレイヤーがここにあるんだけど、顔じゃなくて髪の毛のレイヤーにもレイヤー10があるからおかしいんだと。で、髪の毛と、髪の毛、ここは、統合しますと。ちょっと今間違えた気がする。ちょ、で、これもコピーしますと。で、これはいらなくなる。うん、これで完成かな、いった。人子は系怖いよね、しっかり。まあ、幽霊とかだったらさ、まだなんか、なんだろうな。お祓いとかさ、なんかいろいろ考えれるじゃないですか。人って怖いよね。だって本当に、だって、なんか、もうね、はい、なんだろう、体つきごつい人にさ、なんか襲われたりしたらもうさ、どうしようもないもんね。対抗できないもんね。抵抗か。抵抗できないもんね。顔、待って、この顔もいらないんだ。確かに、だからね、人が一番怖いからね。昨日話した怖い話にもあったけど、みんな気をつけましょう。ミスターこれです。これか。あとは、よいしょ。あれ、こうやって選択できないの。ダメだ。あ、これなのか。もう選択されてるんだ。これは髪の毛はクリッピングできないのか。こか。大変だな。クイックマスクもう機能してないからな。なんだかため息混じった声、息いい寝落ちながら考える。みんなね、寝落ち十分、全然していいですからね。僕はみんなが寝るのを待ちます。そうやってヤンジナオの配信が皆さんの寝床になってくれればね、それはそれで私は幸せですので。
な朝まで耐久か。ムハカカさん、今日何時ぐらい寝る予定なんですか？本当にだってなんかムハカカさん、いや僕もたまになんですけど、配信終わった後起きてたりするんですけど、ムハカカさんなんか永遠にオンラインだった気がするんですよね。ね、体調にはお気をつけて。線が。こうだな。で、髪の毛じゃなくて、服。服どこだ、服。服の、レイヤーの線画を邪魔するなと。え、これなんか上に乗っちゃってるな。大変だな。いや、もうこうやって潰しちゃおう。よし。決めてないけど、今日はもう朝まで作業すると思う。マジか。えぐい。ちょっと待って、ここってなんで消えないの？あ、消えたわ。なんで消えたんだ今。逆にさっき消えなかったらなぜ。よし、体力すごいよね。よし、あ、こっからですよ。海音寺南を一旦ちょっとさ、これさ、頑張ってここまで作ったから、ちょっとなんか対比フォルダとかたくさんあるけど、このフォルダをさらにこのクリップファイルをとバックアップ取っておきます。さらに。顔以外の影塗る前の段階にしとか、名前長いけど、はい、体力がすごいって褒めてるけど、ちょっと皆さん僕も褒めてくださいよ。ちょっとお仕事しながら配信をね、週5でやってるっていうね。でもね、結構みんな VTuber やってるんだよな、他の人普通にやってるんだよね。そしたら服に影を入れていく。えらい、ありがとう。篠崎さんちょっとブーメラン来たな。褒めて使わす言われたな。ちょっと
言われちまったな、これは。これは、してやられましたね。まさか帰ってくるとは。これぐらいか。ちょっと、一旦ね、塗ってみようか。はいはいはい。あまりにも暗すぎますね。もう少し明るく。こんぐらい？影。もう少し暗、明るく？こんぐらい？こんぐらいか。よし、決まり。じゃあこの色でやっていこう。イケメンなおさん、ありがとう。すごすぎる。ね、ちょっと集合はね、初めてなんで、びっくりです。あんまりね、そうそうそう。こんな長く配信したことなかったんだよね、実は。長くというか、長く連続で、自分でも驚いてます。まさか苦手と思っていた雑談配信でこんなにね長くやるとは。配信者の鏡すぎ、もっと誇って言わせてるんだけどな。で話題に追いついてないけど褒め言葉タイムってことですね。最高の美人ありがとう。そうだ、よくわかったな。リコさん、リコさん明日ゴロゴロタイムだからね。いいね。リコさん明日起きて、ね、時間あえば配信、まあちょっと配信やるかね、確定はしてないけどね。まあなんかこんなに配信今やっちゃってるからさ、なんかもう止まれないよね、今ね。明日もやるんだろうな。ムハカカさんも一日作業って言ってるし。いつでも。これは、ああ、そうだな。ちょっと今、定山で書いてるけど、ちょっとね、待ってね。一旦この影忘れてください、皆さん。今何やった俺。ちょっと待って。ちょっとさらに定山を作りますと。で、ちょっとクリッピングするんだけど、ちょっと待ってね。この後、一回ちょっと影をね、全体の影を作っておきたいなと思ってて、とりあえず光源がこっちから来てるのかな？今。左から来てるから、まあ、後ろはとりあえず暗いよねっていう話。この辺も暗いよねって話。もっと全部暗くしちゃう？これ。こんな感じ？全部暗くしちゃう？なんなら一旦で光が当たってるとこだけこうすればいいんじゃない？モードで褒めると本当にすごいです。ただ好きなことをしていくだけというにはこのあたりどれだけ多くの努力と情熱があるか分かります。やっぱりすごい努力が恩人になれて嬉しいぐらい。マジちょっとアグさん、そのなんかやめてよ、ちょっと嬉しいな。何？
ちょっと今気持ち悪かったね。ごめんなさい、ごめんなさい。何とか言っちゃった。でもね、これでもね、いや、そんなこと言ったらですよ。あの、お互いなんだろうね、もう本当に。僕は、アグさんとか、ね、ここにいてくださる皆さんが、配信来てくれるから、楽しいのであって。ね、誰もいない虚空に話してたらさ、こうはいきませんよ。皆さんのおかげなんです、実は。実はね、全部皆さんのおかげでした。ちょっと待って。上手なんでしょ？あれ？ここに濡れないのはなんでなんだっけ？いいね押したい。ふふふふふふ。あ、かけるね。書いてくよ、どんどん。これさ、そんなにいらないか、ここの影。そんな大げさに書く必要もないね。こんぐらいでいいんじゃない？うんうんうん。ふっふがかわいすぎた。ふふふがかわいすぎたって言った後の自分のリアクションがふふふだったね。言えません。どうだろう。これさ、襟の下だからさ、色が入るんですよ、絶対に。色というか影が入るんです。こんな感じじゃない？あ、でもあれかな、ここはいらないか。ちょっと待ってね、影がね、ちょっとただいらないところに書いちゃったかも。ここ一回途切れててほしいな。うんうんうん。で、僕が考えるのは、ここに、明日も早いので失礼します。またお時間あったら配信お邪魔しますね。おやすみなさい。ありがとうございました。あの、ちょうどね、あのいつも3時に寝てるということで、ちょうどいい時間だと思います。おやすみなさい。またね、来てくれてたら嬉しいです。ありがとうございました。おやすみなさい。ふんさん、めっちゃ優しかった。どうしようかな。これこそ、これも上山しなきゃか。上山なのにちょっと外れるんだけど、なんでだっけ。ああ、そっかそっかそっか。これ後でごっちゃにしないとあれなんだな。そうだね、ちょっと待って、どうしようもないな。一旦脱ぐか。なんか光沢があった方がいいかなと思ってここら辺に塗ったけど、もしかして必要ない。影さ、影、ちょっと待ってね。これか。
これね、多分これだと変に見えるな。こっちもね、多分ね、影がないはず。難しい、まず分かんないわ。でも自分の考えに従うなら、そうだな。全部こうしちゃう。いや、なんかね、これが左肩っていうことが伝わらないんだよね、全然今のままだと。で、言うなら、こっちの方がまだ分かりやすいか。全部影にした方が。で、さらにこの影をもっと顕著に出していく感じ。もっとわかりやすく表現してあげて、こっちもっと暗くしてあげて、どうだろうね、難しいね、ちょっとね。いや、でもね、間違いじゃない気がするんだ。こっちは、暗くしていいと思ってます。で、この辺も暗くしていいかな。言いたいことを見つけた。結局ここに来てくれる皆さんも半分くらいはナオさんが作った皆さんだと思いますから。でもね、それはね、ちょっとね、いや、僕がっていうか、でもね、僕がね、やっぱ仲良くしたい人を選んじゃってるところもあると思うんだよな。結局はこう、リスナーさんたくさんいる中でも、なんかちょっとこう怖い人とか中にはいるとするじゃないですか。そういう時やっぱ、ね、なんか自分もなんか綺麗に反応ができないんですよね、怖いから。そういう人が優しい人には優しくというか、あのね、僕も怖くないから返答できるんですよ。その違いだと思うな。やっぱだからね、今ここに来てくれてるみんなはね、多分僕と結構、まあ、全てが一緒ってわけじゃないけど、なんか多分どっか僕は皆さんに同じような自分と同じような気質を感じてるんですよね。性格っていうよりかは気質かな。もっと根底にあるもの、人間の。が似てるんだと思う。一緒にすんなっていう反論があったら、認めます。それは全然。これではナオさんも恩人も幸せ永久期間になります。ありがとう、アグさん。
何の試みもしなければそれに伴う結果は当然ついても来ないと思いますか。うん、それは誰でもそうですよ。うん、確かにストレングウィッチにならなかったらいなかった可能性もあり。いや、よかった、ストレングストウィッチにして。思いついたんだよね、あの顔見た時に。すぐに、あ、魔法使いにしようってなんでだろうね。なんでかわからないけど、ストロンゲストウィッチが似合うと思ったんだよ、あの時。少なくとも私はそんないろいろな努力をしたナオさんがいたので誇ります。ありがとう。まあね、なんかそうだな、結構ね楽しんじゃってるからね、自分であんま努力って感じてないんだよね、実を言うと。本当楽しんじゃってるんですよ僕は。いいね機能はないけど、これじゃない、普通にハートなんじゃない、ポポポポって。一応あの、あ、そうそうそう、皆さんね、あのスマートフォンがの場合はですね、右上の3点リーダーみたいなやつあるじゃないですか、3点ポンポンポンってなってるやつ、右上のね、あれを押していただいて、そしたらね、その他っていうのが出てくると思うんですけど、そこにあのグッドボタンを押すところがあるのでね、皆さん。あ、今頃なんですけど、さあ僕は今から何をするでしょうか。今更、めちゃくちゃ今更なんだけど。そうです、あのアンケートです。楽しんで努力ができるのは、それは一つの才能。あ、ありがとう。そうかもな、才能か。みんな今はもうこの時間ぐらいがみんな集まりやすいんかな、ここのメンバーは。を見て、ない限り何時でも集まれる強すぎる。なんだろう、普通になんかこういうところに影があればそれっぽくなるのかな。これこう、腕がちょっと左前に出てます。そしたらまあ普通に背中の方に向かって線がある感じかな。なんかわかんないな、影が。ああ、わかった、かも。もっと暗くだな、これ。腕と同じ暗さにしちゃうとダメだ。さらにもっと暗くだ、これ。
かりました。カヨンジ。もうポチってますから。ありがとう。結構ね、そのグッドボタン押すところがね、わかりづらいんですよね。あれだと。これだとね。腕むずい。こうあるはずなんですよ。中心はね、肩の中心は。肩というか腕か、左腕の中心は。で、そうなったときは、こっち側が暗くなるんだけど。こんなんでいいのかな？なんか違う気がするんだよな。こういう影かも、もしかしたら。なんだろうな、なんて言ったらいいんだろう。この腕も丸っこくなってるから、この後ろ側に腕もさ、これあのただここに平らにくっついてるんじゃなくて、肩からもっこりこうね出てるわけですよ。すいません、もっこりとか言っちゃった。あのこう丸み帯びて出てるわけじゃないですか。ってなった時って、この真ん中の線のここよりこっち側は、こっち側にね、こっち側に倒れててるわけなんですよ、背中側に。つまりここに影ができるわけですよ。そういうことですよね、つまりは。で、逆に言うと、こっち側は、ここら辺に、丸みを帯びているので、こうですかね。え、すごくない？これじゃない？正解は。いいと思う。多分そうです。散歩中だったらとしても集まるのでそうね、アグさん散歩中なのに来てくれたからな、この前。ありがとうね、本当にありがとう。お互い無理せずに、私たちがナオさんの配信を見るためにわざと睡眠を伸ばさないように、ナオさんも楽しい線でずっと配信してください。そうだね。そうだよ。だからみんなさ、大丈夫？みんな眠くないの？すごい心配で俺は。大丈夫？みんな。ちゃんと寝ていいんだからね。みんな優しいからさ、僕配信してるとみんな見てくれるじゃないですか。大丈夫です。
んな大丈夫なのか。そうかそうか。だけじゃない気がするんだよな、やれることって。あとさ、この色じゃない、もう少し薄めのやつだな。こっちか、あ、違う、これとこれの間に一個作るか、定山を。で、この表示より、あ、無理か。こんな感じでもう少し明るくしようか。なんかこれでちょっとなんか混ぜれたりしないかな。自分が優しいんじゃなくて、ただなおさんの声が好きなので聞いてください。聞いていたい。なるほどな。かよんじさんの配信見てるときは、だいたい風呂とか寝る準備とかしてるときなので、それが終わったら寝ます。なるほど。あ、ミスった。ちゃんとね、自分の生活をね、まず優先していただけたらと。これでいっか。こう見えても眠りを耐えることができないから、眠くなったら抵抗的に眠るから大丈夫です。 OK。 髪の毛やっていくか。ちなみに僕はあのこのイラストをね完成させたいんで、もうこれはもうあの描くしかないわけなんですよね、僕は。眠くなるまでやりますと。どこにしようかな、これすごい悩むんだよね。ここなのか、この辺なのか、またまたこの辺なのか。完成ものすごくみたいです。いや任せて、めっちゃ頑張るから。どうしようかな、この辺書いといて。いや違うんだよな、この辺から始まってるから、カヨンジの。だからですよ。これここなんだよね。どうしようかな。なんか隠れちゃってるとこにあるんだよね。楽しみ。楽しみにしててください。ファイト、ありがとう。それかこっち持ってっちゃう。と違うよね、髪の長さが違うもんね。まあ、こんな感じで見ちゃうか。
で、でもこれをね、これを使っていきます。で、どうするかっていうと、消しゴムブラシのブラシ濃度を下げたやつでガーッと、硬さはなし、いけるかな、なんかこんなんでいける気がするんだけど、どうですか、こんな感じで。いいんじゃない。行こうか。綺麗なはず。ちゃんとこの線にも、この線に沿ってるし、そしたら、一応ちょっと線画をね、足そうか。そっか。え、待って。あー、やってしまったか、4時。うん、やった。やりました。線画レイヤーに書いてなかった。こっちですね、書かなきゃいけないのは。どう？もうカヨンジ治ってるのは分かるよね、これで。いいんじゃない？ちょっとちょっと良くなってきたんじゃない？そろそろ終わろうか。どうです、メッシュ書いたよ。あとちょっとね、肌のこの辺もね、これもね、ちょっとこんな感じにしてあげれば、影をね、さらに強めに入れてあげればそれっぽくなるかなって。
とね、後ろのここら辺がその背中あたり、なんならうなじなんだよってことがさ、伝わりづらいだから、この影だけだとちょっとこれぐらいのレベルでね、ちょっと追加していこうかなとこの後ね思いますと。だいぶいい、本当に構図が好き。あさす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 。めちゃめちゃいいよね、めちゃ天才のお方天才に教えていただいてるんで、天才になっちゃってるのかもしれない。いいね。ちょっと目がまだ怖いけどね。まあまあまあ、また描いていきましょうか。はい。ということで、本日はね、皆さんお集まりいただきありがとうございました。今日はちょっと終わろうかな。皆さん寝ましょう。まあ作業される方は作業頑張ってください。そしたら液タブを外して、よし、みんな解散だよ、寝よう。びっくりですよ、あの自分もこの時間、あの何時だっけ、何時ぐらい、違う、12時25分からか配信始めて、まさかのあの今2時間55分が経過してますと。びっくりです。綱お休みありがとう、猫さんお疲れありがとう、猫さんもね、お綱ありがとうございます。3時間の配信でした結局皆さんのおかげで楽しいね金曜日迎えられました、迎えられたというか金曜日できました、ありがとうございます。マカクさんお疲れ様でした、ありがとうございます。お疲れ様です。明日ね、ちょっと起きれたら、ああ、なしたくない解散したくないか。いや、言うてね、僕も別にね、そんなにすごく眠いわけではないんですけど、明日の配信とかね考えたら、まあ寝た方がいいかなっていう思ったけど、なんか裏でエイペックスを誘ってくれてる人がいるので、この後もしかしたらエイペックスしに行ってしまうかもしれない。いや待って、でもエイペックスするくらいならさ、絵描きたいよね。ああダメだ、この優柔不断さがね、リスナーさん、あの恩人の方々を惑わせている。 OK、 じゃあ一旦解散、みんな一旦解散。今この時点で、カイヨンジェナウの配信が終わってたら、寝てますっていう人は、今寝ましょう。カイヨンジェナウは、まだね、アグさんがね、寝落ちから起きたばっかりなのでね。それもあるし、まあカイヨンジェもね、まだ別に、配信できるから。一旦皆さん、ここで一旦解散ね。大人です僕は髪の影を作りに行きます。自分はちょうど寝支度終わったので寝ます。配信続けるので頑張って。篠崎さんありがとうございます、来てくれてありがとうございました。お疲れなところね、本当にありがとうございます。また来てください。待ってます。おやすみなさい。良い夢を。
じゃあとりあえずおつなおです。おつなおですね。眠い人は寝ちゃってください。どうしようかな、この青メッシュと黒のこの髪はレイヤーは分けない方がいいか。まだかっこよすぎかよ。白髪かっこよすぎないかよんじ。ちょっと待って、白髪のかよんじやばいぞ。白髪のかよんじちょっとやばくない？ちょっと待って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 。ちょっとこの白髪をちょっと待って。これやばくない？え、ちょっとやばい。え、かっこよすぎる。爆発のカヨンジさんめちゃくちゃいいな。え、ちょっとこれやばくない？ちょっとカヨンジもしかしてちょっとこれ新お姿なんじゃないの？もしかして大丈夫？ちょっと見せちゃって大丈夫？カヨンジ、うわ待って、見て皆さん、これやばくない？次のカヨンジこれなんじゃない？これやばいんじゃない？ちょっとイヤリングの色がさちょっと違うけどさ、ちょっとイヤリングの色ちょっと外したら、ほらやばいって、これやばいって、ツーピースだったのかな。ついにそういうことになっちゃう。ツーピーカラーか、これやばいね。これちょっと残しておこう。これちょっとカヤンジ持っておきます。これちょっと これはちょっとねやばいです。大きく見せてください。詳しく見たいです。ちょっと待ってね。 OKOKOK したら、これ見えますか？これやばいんじゃない？髪の毛が黒くないから、そうだな、なんだろうな、肌の影がこんなにいらなかったりする？もしかしてこれだけでいい？やばいね。ちょっとこれはちょっとやばいですよ。書き出しとこう。爆発赤メッシュ海音寺。はい、これなんかもうこれはこれで返す、これかもう完成だろ、これもう完成でしょ。やばいね。これはちょっとやばいかもしれない。ネタバレになるかもしれない。でん
はい、すいません、ふざけました。これね、ちょっと画像として残しておるんで。よいしょ。ちょっともう一回戻しますか。一回戻そう。待って、この時点でのまたクリップファイルが欲しくなっちゃった。一旦ね、怖いけど。そしたら、髪の毛戻しまして、青メッシュを入れますと。はい。全部森ウルトラアザとスーパーディラクシュ神藤さん急に出てくると普通に笑ってしまう。僕もちょっとふざけすぎましたね、今のは。そしたら、この空間やっぱ好きだな、カヨンジ。この結局身内しかいないというか、もうまあみんなもここ身内じゃないですか、簡単に言うと。もう身内しかいないこの配信、ちょっと面白い。ふざけ倒します、カヨンジ。普通に適当になんかこんな感じで入れるのかな。こうだな、全部に入れていいな、これ。ふざける大終わり。ちょっと赤メッシュじゃなくなったからって、ちょっとあれですよ、こっちが今の開運地ですからね、お忘れなきようお願いいたしますね。開運地はこっちですから、一旦こっちが開運地ですから。難しいな。なおさん、青であることから赤に反応ができるもの。青であることから赤に反応できるもの、どこだっけ。
ごめんなさい、私ちょっと頭働いてないかも、ごめん。影はこれでよくて、内側の影ね。あ、で、すいません、あれか、まだの影がもう一個あったはずだよね。こっちがあった方がにあれか分かりやすいか。で、あとは頭が終わりません、説明不足た。いいのよいいのよいいのいいの、みんなね、もうみんな頭働いてない時間だから、それでいいのさ。それが普通なの。だから大丈夫なの。じゃあ白いカイオンジナは自然に赤目。いいね。そうしますか。ね、赤か。じゃあ流行るか。じゃあ流行っいいね。そうね、まあね、そう、これ前も言ったけど、炭治郎にできるならね、カヤンジにもナオにもできるから、結局は。ナオさんが青であるからそれじゃない。エゴ。どういう意味だ？ちょっと待ってね。ナオさんが誰か翻訳できますか？でいいってことね。ありがとう。アルターエゴ的な属性の話かな。カヤンジさんの反転カラーだから属性的にも反転するのかな的な。そういうことね。いや、そうですよ。だから、つまりは、日の神神楽ってことですよ。結局は。日の神神楽炸裂なんですよ。ちょっと待って。いいのか。レイヤー間違えてないね。今一瞬レイヤー間違えたかと思って、めちゃくちゃヒヤヒヤした。
なんかすごいいろんな設定の話が繰り広げられてる。青色気楽水属性水優しさこうしたら円音寺ついに円音寺か開眼寺なのも円音寺になってしまうわけですね。だから つまりああの赤になると性格が悪くなるみたいな感じってこと？反対になるから。あ、今のだとなんかカヨンジ性格がいいみたいなことを言っちゃってるね。あらららら。天才の発言逆に冷たい性格ないそう。あ、なるほどね。なんで配信来たのみたいな。呼んだっけみたいな。キーって言ってる。難しいな。一人称俺、まあ、俺だったらね全然言えますけど、優しい俺じゃない。あ、なるほどね。俺みたいなね、なんか、でオタクにとってはとても大きな刺激です。大変気をしっかり皆さん、僕はカヨンジです。今はまだカヨンジなんです。しっかりしてください。やっちゃった。これいらない影だ。円音寺さん期待します。約8時間前、8時間のダークの時の毒樹もご好きでした。あれね、ナキソさんだっけ。ナキソさん、ロスさん、ナキソさんだよね確か。また泡かけた、ちょっとためらったって。
んで。欲しいな。それの時が円音寺さんだったのかな。なるほど。そしたら定山でちょっと暗めの色を、なんとか落ち着きました今になって。大丈夫かい皆さん。どうしようかな。影。難しいな影。ちょっと待って、なんかねどっかの動画で見たんだよな。何すればいいんだっけ。光源がこの辺にあるからみたいな。ちょっと消しゴムで消していくか。それっぽくなった。こんな感じ。で、そしたらレイヤーを出して、この辺かな。ねえ結構さ、いいんじゃないのこれ。
ちょっと待ってね。小さい画面でなんかイヤリングがマイクに見えてアイドルだと思っちゃいました。違いますよ、イコさん。僕はアイドルなんてやってないですよ。することもありますよね。あれか、え、それは歌枠とかそういうこと？アイドルなおさん。気がするな。もう少し影がなんだろうな、この影が、くれぐれも気をつけてください。アイドルになる前に。何を気をつけるの？アイドルになると何か気をつけることがある？完全に目覚めた。感じのか。気をつけて、そうしてるうちにアイドルになっちゃうっていう。アイドルはなりませんよ、大丈夫ですよ。カヨンジは。
これ一番上だな。うん。石原もアイドル。どうしましょうね。こんな感じ？なんか分かんなくなってきたな。とりあえずこの境目を消して、何も消して、見づらいですね。こんな感じ、こんな感じで残しとくか。よし。を気を作りがせ、そうじゃなくてもそうになるに気を作ります。僕はアイドルではないです。オタクの耳なおさんがアイドルするあ、ビジュがいいよね。やっぱりセンターかな。もう勝手に心の中でデビューさせちゃうわけですね。つまりは、なるほどなるほど。アイドル声優名としてないんだわしてないよ。大丈夫か。
グじゃなくて、これか。で、白いのがこれね。これちょっと取って。完全にエンディング妖精だった。うんうん。わかんないよ。なんかすごいことが、すごい会話が繰り広げられてる。これぐらいにしとこうかな、今日は。無事になったしね。これやばいでしょ、普通に考えて。でも。普通にやばい。やばすぎるって。今日も楽しいね。楽しいね。下地ですよね。で、下地の上にこれがあるんだよね。乗算にしてクリッピング。なんで色が乗らないんだい？にも乗らない。まあ下やるか。火力の上がり幅えぐい。やっぱ神石 RT してるよ。ありがとうございます。この辺のなんか後ろの髪の影はうまくできたんですけど、ちょっとね、やっぱここの光光源とか、この後ろのこの、ま、後ろの髪のね影とかちょっとなーって感じですかね。あれかな、これ多分普通に色が悪いだけなのかな。真っ白にしちゃえばいいのかな。うん、真っ白でいいのかな。いいか、ちょっとこれにしておきます。今日はこれにて終わりでございます。まあ、どんな感じかっていうとこんな感じ。今はまたね書きますから、よろしくお願いしますよ。よし。
終わりましょう。ちょっとちなみに、そうだよね、違うよね。そういうことじゃないもんね。あれ、4時、そうね、4時なんですよ、皆さん。やばいですって、皆さん寝ましょう。これまずいです。リップはね、載せますから。ここですか。リップこの。よいしょ。海音寺なお。あとね、番外編の一応。赤飯の子をね、自分に送っておこう。よし。じゃあ本日は皆さんお集まりいただきありがとうございました。またね、明日、配信するかもしれないし、しないかもしれないけど。とりあえず今日は寝よう、みんな。あれ。楽しかったです。いや、こちらこそ楽しかったです。ありがとうございました。寝ましょうね、みんな。よいしょ、猫を送って。じゃ皆さん、おやすみなさい。良い夢を。バイバーイ。バイバーイ。キュルンキュルン。バイバーイ。おつなーです。南角さんおつなーです。アグさんおつなーです。イコさん、キュルンキュルンおつなーです。ネコさん、楽しかったです。ありがとう。ゆっくりね、寝てね。おやすみなさーい。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。おやすみなさーい。チャームさん、お疲れ様でした。来てくれてたんですね、ありがとうございます。終わっちゃいましたけど、またね、明日明後日もしかしたら配信あるかもしれないんで、期待していただければとお願いします。見事よきね。これで皆さん寝てください。おやすみなさい。